毎日ポジティブ。はい、ポジティブ18年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ今日のお話なんですけども、今日はですね、自分の機嫌は自分で取るというですね、お話をしたいと思います。これはですね、よくお笑い芸人のみやぞんさんっていうですね、お笑い芸人の方がいて、その方がですね、よく言っている言葉なんですけども、人から自分の機嫌をね、良くする悪くする、そんなの人に影響されるんじゃないと、自分の機嫌は自分で保つんだというですね、言葉がありまして、僕もですね、すごくそれはもう共感する部分があります。はい、僕もですね、自分がもちろんね、辛い時とか悲しい時とかね、そういう時全然あります。その中でじゃあ誰かに依存して、誰かが何かをしてくれたから自分の機嫌が良くなって、逆に、自分一人じゃ自分の機嫌をコントロールできないのであれば、それってすごく危ないというか危険なことだと思うんですね。やっぱり自分のね、感情をコントロールというのは自分の中でうまくできるようにすることこそですね、どんな環境、どんな変化においてもすごく重要なスキルなんじゃないかなと思います。もちろん弱音を吐いたりね、自分の心を痛めて、すごくね、落ち込んでしまったりっていう人はね、もちろんいて当然ですし、そういう人をですね、批判するような言葉では僕は全くございません。自分のですね、機嫌をうまくコントロールすることで、この人生をより豊かにね、より素晴らしく楽しく生きていくという話で、今お話をさせてもらっております。はい、まずですね、じゃあ一体自分の機嫌どこに取るのかと。やっぱりね、人間生きていればイラッとすることもありますよね。クソって思うこともありますよね。なんでってこともありますよね。それって、かなりですね、外部の影響を受けているんですよ。例えばですね、こう普通に、こう外を歩いていたら、ドブにね、片足突っ込んじゃって、もう左片足がもうドブ丸、ドムのね、泥まみれになっちゃったとか、めちゃめちゃきついですよね。今からこれから大事な仲間と遊ぶ予定だったのにとかね、そんなことないんですけど、僕はでもそういうこともあり得るわけじゃないですか。そういうふうに自分が機嫌悪くなってしまうときに、じゃあどういうふうに自分でコントロールするのか、よくこの毎日ポジティブを僕はお伝えしているんですけども、自分ができることと自分ができないことを分けるっていうことなんですよ。で、僕で言えばですね、じゃあ片足がもうドブに入ってしまって、もう左の片足がびちょびちょになってしまったと。ああ今から友達に会いに行くのにと。そしたらもうすぐにそれをシャメ取ります。はい、ドブに落ちちゃったというシャメと、この状態で行くのは申し訳ないよと、もう足手元になってしまう。なので今から靴下および靴をちょっと取り替えますと。で、家に帰ると相当な時間になってしまうんで、ちょっとすぐ近くのコンビニないし靴屋でもう新しい靴買い替えますと。それで行くのでこのぐらい遅れますというふうに、もうシャメ取ってすぐに連絡しちゃいます。そうすれば予定の集合時間より予定より前に来ていれば、寝坊で遅刻したとかすっぽかしたとかっていう心配は相手にはない。プラス一つ笑い話もありますよね。お前何とドブに足突っ込んでんだよと。でもそれでも早く来るために家を帰るで、時間をロスする時間と、じゃあ新しく買い替えていく時間だったら、あ、お金かかっちゃうけど新しく買い替える時間で向かうと言ってもらえたら、その人もあ、すごく自分の時間を大切にしてくれてるなと思います。で、会った時に笑い話になります。そうすればこの自分でね、機嫌が悪くなるようなことでも、ちょっとお金はね、マイナスになってしまうけども、ずっとね、語り継がれるね、笑い話に僕はなると思いますし、例えばね、ずっと大好きな人にいきなり振られてしまったと、クソーと、すごい悲しい、ああ気分が落ちてしまう。だけども自分が気分が落ちて、じゃあ何か変わるのかって言ったら変わらないですよね。事実としては相手に振られてるわけですから。じゃあここで自分ができることって言ったら、振られてしまった、じゃあなんで振られてしまったのかっていうのを自分で考える、プラス相手にちょっと聞いてみようと。
何がダメだったかだけ教えてくれないかなと、ね、その LINE かなんかで送って、でそれで、そんなのも分かんないのとかで帰ってくんだったらもう仕方ないと、自分でも探すしかないし、それでいやこうこうこうで別れようと思ったんだって言われたら、それを自分の課題として一個ずつそれを消す作業をしていって、そして全部が消えたと思った時にもう一度その子に告白をするっていうのも一つのやり方ですよね。それをこことここがこうだから別れたいと思ったんであれば、まずはいきなりその部分を直ってないのにもう一回付き合ってくださいって言ってもそれは失礼ですよね。ちゃんとそこの部分を自分で直してちゃんと克服してからもう一回告白をするんであれば、もしかしたらね、あ、私のためにこんなにこの人は努力してくれたんだなと、じゃあもう一回付き合いますってなる可能性もあるし、あ、それでも無理ですと言われる可能性もあります。だとしても自分がそうやって努力をしてやったということは消えないですし、前に進めた次の恋愛のスタートラインに立てたという ところであれば自分の機嫌っていうのはまた復活しますよね。まあ、そのようにですね、自分がコントロールできるやれることと他者が決めること、これを完全に区分けして自分ができることをしっかりとやっていく、そして他者がどう思われようがそれは相手の立場であってこちらでは全くないし、これはコントロールできない、自分ができることでまずベストを尽くすという考え方になれば、機嫌っていうのはすぐに切り替えが僕はできるんじゃないかなと思っております。そういうふうにね、考えてた方がより物事というのは好転していくんじゃないかなと思うので、自分の機嫌は自分で取ると、そういうコントロールを意識して生きていくことはすごく僕は必要なスキルなんじゃないかなと思うし、それができなかったとしてもそれはそれで全然問題ないですから、まあそういうやり方もあるよという一つのですね提案を今日はさせていただきました。ということで以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。